はい、フォールアウトセブンディシックス続きやっていきたいと思います。本日5月19日よろしくお願いします。アトミックショップユーティリティいただいていきましょう。無料の補給物資レベル2ということでね、お家を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、本日は R&G 駅から始めていきます。そうなんだよね、前回パート以降ね、プランジャーずっと探してたら、案外さ、ジャンクのさ、一番下のとこに売ってたりしたのよね。なんで、そんな感じで、プランジャー、結構ね、一気に集めることができて、イベントの方がね、だいぶ進んでおりました。ね。もう終わってるよね。あとは、セラミック生成、ね、セラミック解体するみたいなね、やつと、オーバークローン。これを討伐すれば終わりって感じですね、クリメーターで。まあ、そんな感じで本日のデイリー見ていきましょう。作業台で弾薬を作成する、犬化を倒す、チーム参加中にフォトモードを使用する、テイベアを集める3、ハニービーストを倒す1、フェラルグールを倒す、タックスイベージョン完了するということで、これいけば、いけるね。これいけば達成できるわ。ただね、チームに参加して遠征とか行くと若干めんどくさい感じなんで、ちょっとソロで行ってきます。ソロでタクビエージョン、いつも通り終わらせていきたいと思います。オーバーグローン倒してね。ほいじゃあ始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。クリメイダでオーバーグローンを倒す10達成です。あと、セラミックの方もだいぶ達成ですね。ここで結構ソーサーとかね、その辺入手できたんで、間もなく、あと10だからね。はい、そんな感じで戻りまーす。さあ、来たよ。空を飛ぶ準備は。乗りな。はい、タックスイベージョンも完了でーす。戻ってきまーす。はい、チーム参加中にフォトモードを使用する達成でーす。はい、フェラルグールを倒す10達成でーす。はい、ハニービーストポイントでハニービーストを倒す達成でーす。はい、犬化を倒すフィルーピー戦場墓地ですね。ここで、まあ5匹以上いるんだけど、先にシルビー&サンズ6キャンプの方でね、3匹ぐらい倒して、4匹ぐらい倒して、ここに来ました。ほいじゃあ次行きまーす。はい、テリーベアを集める3、達成でーす。カムデンパークでーす。はい、自宅に戻ってきました。で、道中ね、いろいろ巡ってきて、セラミックをいろいろ回収してきたんですけど、多分これで足りると思う。あとさ、ティーカップとかさ、ティーポットとかもセラミックだからね。はい、じゃあ解体していきましょう。はい、これで達成ですね。はい、セラミック生成するジャンク解体する20達成と、あとは、弾薬作成があるんだよね。作業台で弾薬を作成する50なんで、一気に作成していきましょう。まあ、なんでもいいんで、弾薬、30。これいこう。50? ああ、でも、いけるのかな。はい、そんな感じで、作業台で弾薬作成する。めちゃくちゃ作りすぎたけどね。はい、そんな感じで、デイリー。あと、イベントも本日すべて達成することができましたね。あと、ウィークリーの方も、まあ、この辺も、作業台で終わることができるけどね。まあ、今回パートはこんなとこで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。